31日木曜日、ただいま時刻7時25分でございます。卵やったね、子たちどうなったかと言いますと、じゃがじゃがじゃーん、元気に帰りました。わーわーってやってる。めっちゃいい感じですね。いやいやいや、どこのボールの子もね、いい感じで、いやーすげー帰ったね。帰りも、わー元気元気、よいしょ。どうですかどうですか。はーい、店長必殺パッキンボール人工授精、今回はまあまあいい感じだったんではないでしょうか。という感じで、はい、元気にイカさんランチュー、今日こわちゃんたち帰りました。はい、本日4月1日金曜日、お天気はですね、曇りのち晴れということで、大変風が強く吹いている、今日一日朝からね、もう寒い北風がね、ぎゅう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 降っております。今でもね、今一瞬止んでるかな、もうゴーゴー言うてね、そこでまあ事務所仕事しとった時でも、なんかどっかなんか飛んでったような音がしたりとかしてね、一日中心配している、日になっております。まあその中ね、魚たち、まあどんな感じでね過ごしてるか、ちょっとサクッと見ていきましょう。あ、そうそう、ただいま時刻は15時34分になっております。そして飼育ハウスの中の気温は14度です。はい、まあとにかくね、昨日、帰った、父さんたちをね、様子見ていきましょうということで、よいしょー。あ、だいぶちょっとあれですね、こうはっきり見えるようになりました。まだ昨日ね、ちょっとまだ生まれてしたとこやったんでね、一回りぐらいちっちゃかったんかな、うん、そう思ったら、まあ、しっかりした感じですね。はい、そしてまだ寝てる子が大半ですけども、こう表面のちょっと上の方らへんに泳ぎ出してる子が何歩かおりますね。はい、またもうちょっとね、みんな立ち上がってきたら卵水とか、まあ、もうあげようかな、まあ、今日ぐらいあげようかな、もうちょっと考えます、様子に持ってね。はい、そして、水温の方、あちこち話しとんでごめんなさいね。はい、27度か。はい、ちょっとね、今日さっきも言ったんですけども、大変風が強い日でして、あの両サイド開けて、おじさん出てきたらね、あの両サイド開けて、まあ、風通ししてってしたかったんですけども、まあもう開けたら今日このハウスがあの突き破れるじゃないかいうぐらい風があのどぎつかったんでね、もう両方開けずに、まあ、もう今日はもうすだれとか、まあ、日酔いして、あのなんとか、まあ、温度保ってるっていう感じですね。まあこんぐらいまあ大丈夫ですね。はい、そして次はですね、室内におったたまごちゃんチーム、こっちに連れてきておりまして、今ですね、こうやっておめめがぐり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 ってついてる、はい、ところがあったり、まあ、ちょっとね、生まれてきてる子もおります。ただもうちょっと、一番最後に撮った子かな。はい、まあ、こんな感じで、はい、たまごちゃん、父さんたちも今のとこ、いい感じでございます。はい、そしてですね、まあ、親になっている子たちも、まあ、今日はなんかこう産卵モードっていうよりか、まあ、楽しく、まあ、遊んでるっていう感じですね。はい、まあ、私もいつも通り餌かけて、まあ、魚の方の調子に持って、はい、餌かけしている感じです。また、この後もまたランチューのお世話と張り切っていきたいと思います。はい、本日4月2日土曜日、ただいまの時刻16時17分ということで、お天気は晴れでございます。はい、今日はね、ほんまに晴れて天気やったんですけども、まあ本当にね、ここに書いてあるように、まあ、北風がね吹いておりまして、まあもう一日ね、ひんやりした風がずっと吹いてるような感じでした。まあこの中ね、飼育ハウスの中ですから、まあ、やっぱビニール1枚挟んでおこん中でしたんで、まあまあ特段ね、そんななんかあの飼育ハウス内が寒くなったりとか、あ、急に暑なったりとかね、銭湯、まあまあ落ち着いた気候の一日でした。その中ですけどね、まあ私の話はいろいろありますけども、魚の方ね見ていきましょう。はい、それではまあとりあえずね、飼育ハウス内、気温は、今日は16度あるぐらいですね。はい、そして、こちらの池の水温は25度でございます。そしてもう見えておりますけども、
父さんたち、これどうですか。ほらほらほら、もう餌を探して泳いでおります。うりゃーっと、もう池一面に、うわー。そしてね、もうちょっとここ、こちょっとエアのとこね、よいしょこらせ、よいしょー。まあ餃子さんおりますわ。これは楽しいですね。1週間ぐらいしてね、ちょっと一回りぐらい大きくなった時のこの池が、楽しみです。まあもうしっかりね、あの餌かけますし、まあ汚れとかでね、あの水替えが追いつかへんで、あのペケにならんようにね、頑張らなあかんんですけども、いや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 、ほんまにね、1万匹と私言いましたけども、まあ、ほんまにそのぐらいはもう余裕でおる感じですね。はい、そしてあのもう卵水あげて、もうシュリンプも、3遍ほど、もう薄にね、まだ薄に量計やったらね、水汚れだけなんで、少しずつ魚と、水の様子見守って餌かけております。まあ、とりあえず餌始まりました。そして隣なんですけども、はい、こちらも水温ね25度ぐらいで、帰った子たちが今ね体休ましているところです。今からっていうねところも、はい、こういう風におります。はい、またね帰ったらこちらの池に放してあげたいと思います。はい、そしてこちらの池はですね、金魚さん日記、パート1で、室内で追った子たちを、こちらの方に連れてきました。はい、一緒に入ってね、みんなで仲良くシュリンプ食べているところです。はい、こちらも、水温、じゃあ24ぐらいか、そんなぐらいになっております。魚の調子もいい感じですね。はい、元気な父さんたちです。しっかりね餌やって、あとはねもう温度とかがねこう極端に下がったりしないようにね、こっちはあのなんて言ったらいいですか、 FRP の池じゃないんでね、ちょっと温度の急変とか、まあ、気をつけていかなあかんかなと思っております。はい、あとはですね、ちょっと搭載の数が、まあ本当に、業さんおりますんで、ブラインシュリンプは、孵化器もですね、ちょっと2台動かそうと思っております。1台はね、午前中で、で、もう1台は、まあここに湧いたらいいかなという2段構えでちょっと張り切っていきたいと思います。はい、それじゃあね、また今日も新しく、生まれましたし、ますますね、賑わいを増していた、今日たまらん中園でございました。それではまた明日。はい、本日4月3日日曜日、天気はですね、雨、曇り時々雨ということで、時刻は11時1分でございます。はい、まあね、午後からちょっとね、雨が降るらしくてですね、まあ私もまあそれに合わせて、まあ外の作業ね、早く片付けようかなと思っている感じです。そしてまあまあいろいろあるんですけどね、まあちょっと寒いですね、花冷えの日がここ2、3日続いてるんじゃないでしょうか。昨日もすごく晩ね、もう温度がたーってね下がってきて、夕方ちょっとぬくかったかなと思ったんですけど、キャーってしてきまして、あーかん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 思ってね、やっぱこうバーって下がって、でまた昼間バーンぬくなったりして、水が痛むんですよ。水が痛んだらね、やっぱ病気をもとになったりするんで、夜はねちゃんと防寒、はい、しております。こうやって100均のこれは防寒アルミシートでございます。はい、今年ね、親たちに冬場使ってあったものを、搭載たちにも使ってあげているって感じです。はい、ほんまね今の時期の冷えはね、ほんま気付けなあきませんのでね、はい、まあいろいろありますけども、搭載たちの様子見ていきましょう。はい、それでは、ただいまの飼育ハウスの、気温はですね、まあ、21度、20度、1度もないか、まあ、そんなところです。そして、池の水温はと言いますと27度ぐらいで、まあね、日中、まあ、お昼間ですが、まあ、こんなぐらいでしょう。はい、それじゃね、魚たちはと言いますと、こう、ちょっとね、カメラ近づけんでも、あー、おるわ、おるわ、おるわ、というぐらいになったんじゃないですかね。はい、そしてここにね、もうすごいこと、もうみんなわんさかおるんでしょうね。うわー、グリ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 になってますけども、はい、元気な子が、あ、やっぱね、こうお腹の中見えますかね、しっかりねご飯が入っているね、ブラインの色してますね。
ここでね、やっぱこう、魚のなんて言ったら色だけっていうなるとやっぱこう餌足りてませんのでね、あこうやってお腹の中がまだ見えますんで、足から入ってあげてご飯食べてるっていうのはね、これがまあ言ったなんて言ったらバロメーターというかね、そんなんなんで、はい、この色が見えるのが大事だと自分は思っております。はい、まあ今のとこいい感じですね。そしてですね、この隣の池は、また今日ね、3枚ほど、ボールの、こう帰りましたんで、また話してあげまして、で、まだ寝てる子の方がね、多いですね。また、明日、明後日ぐらいだったら元気に泳ぎ出してくれるかな。はい、楽しみでございます。と、まあ、今日もですね、様子の方見ていただきました。あ、ちょっと、ブラインシュリンプの深きをですね、まあ、2台に動かしまして、まあ、まあまあその話はまた明日にしましょうか。日記が長くなっちゃいますんで、はい、ということで、まあ、今日のところは以上になります。それではまた明日。はい、本日4月4日月曜日、天気は晴れ、ただいまの時刻は、14時11分でございます。はい、今日もね、まあまあお天気予報通りね、お天気予報って天気予報通りね、いいお天気なんですけども、やっぱりちょっと風がね、やっぱ冷やこうてですね、まあここにも、出てるんですけど、風北北東から、吹いております。いや、こう産卵とかねしてる日みたいな、こう南からのこのちょっと暖かくこうもわっとした空気っていう風っていうのはまだ来ませんね。はい、まあ魚の方はね、今んとこまあまあ次の産卵に備えてっていう雰囲気で、元気にしております。はい、じゃあね、とりあえず飼育日記ね、トーサイたちの方見ていきましょう。はい、とりあえず、飼育ハウス内は20度になっております。はい、ではね、ハリコちゃんたちの方、この前ね生まれた子たちの池は、24度ぐらいですね。はい、まあこんなもんで、そして、今日もですね、まあしっかり、1時間おきにねシュリンプの方かけております。魚の方も少しずつですけども、まあ、大きくなってるなぁと思っております。わしゃーとなってますね。よいしょ。そして、まあ、こっちの方とかね、よいしょよいしょ、あ、こんな感じでおります。まあちょっとね、今日もお水換え後でね、5時頃なったらしようと思っておりますけどね、こういうちょっと下ゴミ、このヘリのねブラインのちょっと卵の殻のカスとかね、こういうのもきれいに取ってあげたいと思います。水もですね、昨日変えてねきれいにしたんですけども、1日だったらこんな感じにしっかり餌やってる証拠ですね。はい、そして隣の池もですね、はい、いい感じにみんな立ち上がってきましてね、もうシュリンプ食べております。はい、まだね、そっちほどではありませんので、立ち上がりというかまだね、生まれて1日経ったぐらいですから、シュリンプもそんなね、ボン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 かけてっていうよりかは、まあ、魚と相談しながら餌かけの方しております。ね、お腹の中の方にね、ちょシュリンプいい感じに入って、ちょっとこうサーモン色というかね、シュリンプ色しております。そしてね、1万匹以上いるね、今日タンバランチュン園内なんで、ブラインシュリンプね、2台、動かして、片方に 10g、10g という形で、1日 20g 沸かして今対応しております。こっちはね、もう5時で、沸く方で、こっちは朝の9時に沸く方になっております。まあ、こんな感じで、はい、ということでね、今日もランチも元気、店長も元気いっぱいで、やっております。あとはね、こう阪神が買ってくれたら、もっともっとやる気も、こう疲れも吹き飛んで、もう仕事もはかどりますね。明日はね、阪神甲子園球場帰ってきますので、ぜひ買ってください。頑張れ阪神タイガース、行くぞー。ということで今日の日記は以上です。また明日。はい、本日4月5日火曜日、お天気はもうご覧の通り、めちゃくちゃいいお天気でございます。
いやーなんか雲っぽい雲がないですね。雲っぽい雲がない。ほんまにねえ。そしてねちょっとやっぱポカポカしてきてますしね、いいじゃないですか、最高です。もう魚たちをねちょっとこう店長画面切れてはい見てください、めっちゃいい感じです。水もようできてね、魚も調子いいですし、いやいや、なんかちょ、また遊び行ってますよ。ちょ、近段の漁村のとこね。メスちゃんですね。はい、いいですよ、いいでしょう。もう最高でございます。はい。そしてね、まあ、今日もね、日記の方を撮っていくんですけども、はい。やっぱりね、こういう、まあ、天気の日っていうのは、私は何を一番気つけてるかやったらね、搭載飼育の上で。今、こうやって、よいしょ。トウサイたちね、ハリンコちゃんなんですけども、はい、今日も元気にしてる子なんですけど、やっぱね、水深が浅いんで、やっぱこう、急にね、温度がガビョーンと上がったりとかして、まあ、トウサイがペケにならないようにね、水温、一番気をつけております。今はね、25度、26度か、そのぐらいでね、まあ、なんとか今日いい感じで、止まっておりますし、もうヒーターもですね、もう上がりすぎたりしないようにね、もうスイッチ切っております。はい。まあ、大体ね、もう作業、今、まあ、日中ね、ランチュちゃんのお世話張り切ってしてるんで、もう気がついたら、見ますし、まあ、最低でも1時間に1遍ぐらいね、もう様子、事務仕事しとって見に来るという形でございます。隣のコーラもね、はい、こんな感じで、ね、餌あげて、はい、いつも通りかな、はい、はい、そしてですね今、室内の方はですね近段に、ね、ついたね、自然産卵で取れた卵ちゃんが、まあ、順調に順番にね帰ってきておりまして、はい、こんな感じでもう泳ぎ出ししてる子もおりますんでもういいかな、はい、今日近段取ってで、まあ、場所は、まあ、ちょっとまだこうごそごそしてね魚がぐにゃぐにゃになってあきませんので、まあこのまま水量落として、またブラインと餌ね卵を吸い上げてブラインあげてってしていきたいと思います。はい、とまあこんな感じで、本日も、魚たちの様子ご覧いただきました。まあほんまにねもうめっちゃまぶしいね、店長の細い目が余計細くなっちゃうんですけどもまあそんなことは置いといてですね、あ、先生今日のハウスの温度をですね、こう見る忘れてた。今ですね、22度でございます。はい、もうお日さんがさしてね、お日さんポカポカで、ハウス内もね、もうちょっと体感あるような感じがしますけどね。はい、まあこんな感じで。そして、まあさっきもね、お話したんですけども、やっぱね、寒暖のさ、今、やっぱ4月春ですから、やっぱこう、朝と、まあ、日中の温度とこうやっぱこうだいぶ差があります。今日も朝ここね、まあ、本格的に、作業始めて8時ぐらいだったかな、まだ11度か12度ぐらいでしたし、もう前の晩言うたらねもうさ、この前言うたみたいにアルミのシートつけてとかかぶしてあげてとかしてそんぐらい冷え込んでおりました。で日中になってって言うたらもうこんだけまあもうちょっとねお日さん当たっても汗ばむぐらいの、まあ、気温になってきておりますしっていうので、やっぱこうちょっと寒暖の差、まあ、それに伴い水がね傷まんようにっていうので、ほんまにそこら辺はね、気をつけていきたいと思っております。まあまあね、こういう時にね魚を焦がさないように、まあ、気をつけていかなきゃいけません。うんうん、それは自分に言い聞かせてるんですけどね。はい、ということで、長くなったあれですんで今日の日はこの辺で、それではまた明日。